水中処分母船1号型は、海上自衛隊の潜水作業支援船の選球。支援船第2種に分類されており、交渉船系は300トン型水中処分母船、計画番号は J-166。従来、水中処分隊の輸送、作業支援には、体液総海底を改造した特務船が用いられてきた。しかしこれらの艇は老朽化が進んでおり、 また改造艇であることから、配置面での不合理や、設備面での不足が指摘されるようになっていた。このことから、合目的的な新規設計船として計画されたのが、本型である。平成10年度に新船種として建造が認められ、1.2番船は1999年6月14日に、飛行された。潜水引用昇降機船系は、総海艇と同様の格型船系。 朝鮮主労型とされている。従来の特務船よりも1ノット高速を要求されたことから方形係数は小さくなっている。船体構造は縦肋骨方式、建材は難航であり、日本海事協会の高線規則 CS 編を参考にしている。上艦板が強力艦板及び核壁艦板とされており、これより上の線路艦板及び 船橋甲板にはキャンバーが付されている。居住区は船長室と士官寝室は船路甲板に、また会員居住区は第二甲板に設定されており、寝台は二段ベッドとされている。なお上院と水中処分院は混在することになっている。船尾甲板は作業甲板とされており、船尾には潜水員用の昇降機が設けられている。 作業看板直前の線路内には、イヤド支援室が設置された。これは、従来の特務線で2カ所に分散していた、整備区画と、機器洗浄等の区画を、集中配置したもので、作業区画、先進、洗浄区画、乾燥区画、ボンベ充填区画の4区画に区分されており、また減圧症に対応するため、再圧チェンバーも備えている。作業看板の後部下方には、 基地区機や機材用棚などを格納する倉庫が配置されているほか、先導甲板後端には、力量2トンの中折れ式油圧クレーンを備えており、搭載艇や処分艇、水中処分対応機材などの要項に用いられる。指揮官としては、4サイクル直列6気筒機関である、新潟原動記録、NSDL 高速ディーゼルエンジンを2機搭載し、固定ピッチ式のスクリュープロペラに軸を駆動する。 また電源としては、出力1 2 0ットのディーゼル発電機を2機搭載しているが、うち1機は、故障時のバックアップとされている。また機械室には、温水ボイラーが設置されており、イヤド支援室の先進、洗浄区画や、船内生活用に給水されている。ありがとうございます。